水野美紀のシネマライフ YouTube。 こんにちはということで始まりましたシネマライフね。ブーブー、あ、ブーブーそれは決まりなの。ブーブーやったほうがいい、ね。かわいい。なるほどなるほど、始まりましたよ。はい、今週も引き続き唐橋さんにゲスト来て、こんにちは。ブー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 、まあブー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 していきましょうか。じゃあ実は水野美紀のシネマライフは2015年に放送開始して今年で9年目となります。いろんなことをやったし、プライベートでも独身から結婚し出産しと環境が変わりました。お、視聴者様からのコメントでも昔の映像が見たいという声がありましたので、うん、今回は、せっかく唐橋充さんいますから福沢君と唐橋充が2人で共演した伝説の回をみんなで鑑賞したいと思います。あったわこれ、私産休中ですね。そうですそうです、やりましたね。ピンチヒッターでね、代打で来ていただきましたよ。やりましたやりました。もう何年前、6年前、2017年放送したのは2017年の8月から9月ね、出産して。うわー、ちょっと見てみましょう。まあとりあえず、お、忘れてるでしょ。いや忘れてますね。水野美紀のシネマライフ。ああ昔の。髪短い。ねえ美紀さん。そうそう、これこれうちにしてください。美紀さんが旦那さんにトランスフォームしてる。どうしたんですか。どうも水野美紀です。いや声が。面白いなー、悲しい。はいですね。ローストビーフなんですか？ローストビーフじゃねえわ。俺ローストビーフなんですか？違いますよ。痩せてらっしゃるのね。125。ああそう。唐橋さんは美紀さんと天下分け目の合戦したことあります？どこが分け目かってことで揉めに揉めたことはあります。それ髪の毛の分け目の話。そうですそうです。僕はこっち。面白いな。僕はこっち。何の話してんの2人して。この合戦にならないように時間を戻せるならいつに戻りたいですか？僕は野球部中学校時代坊主頭だったんで、その頃ですね。分け目ないからね。アドリブですね、これ。アドリブみたいに言うけど、もしもし美紀さん、どうしよう。福沢さんが何かに乗っ取られちゃったみたい。え？何に乗っ取られちゃったの？なんか気持ち悪いやつ。これ本当？本当にやってない？いや、これ本当にやってましたよ。鳥かな？鳥ボーイ？ほろほー。美紀さん、どうしよう。ほろほー。いや、まだちょっと。ほろほー。演出がちょっと。うん。なんかちゃんと芝居がかってるから。今日何食べる？そうだね。いや寂しい。面白い。いいね。いいねじゃないよ。いいの出すな。いいねですね。でもね、良かったよ。このぐらいの尺でもう十分。あ、そっか。もうあんま長かったらもう見てらんない。1分ちょいがやっぱちょうどいいと。ちょうどいいわ。ちょうどいいでしょ。これあれですよ、美紀さんがだから実際に電話つないでやったんですよ、確かに。本当に生で電話で喋ってもらってやったんですよ。あの頃は優しかった。そっかそっか。すごい、絶対拾わないよね。なるほどね。あの頃は優しかった。子供にねミルクあげながらね、家からやってましたよ。今の前半3本なんでもう4本あります。もう4本あるんです。見る、だいぶもう前半3本見た感じでもうちょっと滑ってるから。意外。意外。刺さんない。耐えられる？後半4本いきますよ。いやでもさっきの十分さんもすごかった、面白かった。だからそのフォローもつらいだろ。お互いなんか流さ見合うみたいな。すごい良かった。なんかさ、この頃まだやっぱりちょっとドラマ仕立てな感じがまだ残ってますね。そう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 。まあちゃんとね演出しようとしてたんですまだ。言い方悪い。5回前。最近も普通に大喜利してくださいと言うから。いいじゃない。うわ、チビ生まれて2ヶ月ぐらい、3ヶ月。本物のダンケルクはどっちだ対決。覚えてるダンケルク。何ですか本物のダンケルクって。あ、ダンケルクって地名ですからね。今決めとかないと本当に後で大変なことになりますからね。何が大変なんですか。ドライセンゲームでこの砲台から弾を撃って相手の船を沈めた方が本物のダンケルクだよ。いやダンケルクって地名なんですよ。ちょっと水の水っぽいね。よし。手で止めたらダメでしょ。よっしゃー、よっしゃー。俺が本物のダンケルクじゃー。違うよ、俺が勝ったでしょ今。消えないんだね、まだこの頃消えないんですよ。勝負で消えてない、残ってる。嵐さん、出会う男すべて狂わせるガールってどんな人だと思います？そうですね、絵に描いてきました。お、そうですか、絵にフリップネタやってたんだ。まあどっちが上か狂わっちゃうか。いや逆さ絵でしょこれ、多分。やばい。実はですね、ミキさんから絵を預かってきたんでネタバラシじゃないと思います。これです。じゃん。すごい絵描いてる。あれ？これ違うじゃん。これブルゾンの方でしょこれ。ちょっと待って待って。ミキさん、これどういうことですか？狂わせガールメイクが今年の秋流行るから。流行るからじゃなくてもう流行ってんのこれ。あ、でも本当に電話で喋ってるんですよ。ミキさんが32年前に書いた手紙が届きまして。え、なんて書いたんだろう。はい。私の夢は猿回しもしくは女優さんになることです。そして可愛いお嫁さんにもなって子供も欲しいです。私の未来は大丈夫でしょうか。悩み事相談書いてますよ。じゃあ僕返事書こうかしら。あなたは素晴らしいお芝居のできる立派な女優さんになります。そしてちょっぴり個性的だけどあなたのことを心から愛する男性と巡り合い、その人と結婚して可愛い子供を授かります。とっても素敵な未来が待っています。え、感動。なんで自分で泣いちゃうんだろう。そう、でも今度回はそう覚えてる。すごいいい回だったんですよ。いい音楽流れてるからさ、さっきね、ミキさんが書いた旦那さんとの思い出ノートを見つけたんですよ。見ますこれ。お、見ます見ます。お、7月20日、陣痛が始まった。唐橋はテンパって部屋の中をバタバタ走り回ると、隅っこで膝を抱えて座ってしまった。これ何なんですか。これ唐橋さん知らなかった。こうしましたよね。実はね、福沢さん、はい、僕はね、ミキさんが書いた福沢との思い出ノートってのを見つけてあるんですよ。え、マジでそんなあるんですか。読みます。あ、ちょっと。3月7日、滑ってた。4月10日、滑ってた。5月6日、太ってた。なんだこれ。いや面白いけど、面白いけどひどいな。いいね、こういう仕掛けもね。懐かしいわ。やっぱね、この頃はあれですよ、 YouTube してないから本編に力入れてた。また今だってちゃんとやってるわ。本編やってますけど手込んでるでしょこの頃。すごい今もうトークだから。カット割りがなんか多かったよね。凝ってた。凝ってました、凝ってました。だって昔すごい大変なのもやったよね。なんかワンカットでいろんなゲームやって2階に上がってきて最後なんかそうですよ、ワンカットの映画のやつにねかけてねボールを運んでって。そうそうそう。いや本当に感動したんですよ最初に。できたーすごい。これで負けましたみたいな。いやでもこれもでも貴重な思い出ですよ。こんだけ長いことやってるからね。ミキさんのね、結婚、出産と。すごいよね。もう9年もやってんだもんね。だってその間に福沢君だって結婚して子供できて。そうですそうですそうですよ。だからもう我々の子供が大きくなってバトンタッチできるぐらいまで頑張りますよ。いいじゃない。そういうのいいよ。異性同士でちょっと。それでまたあれでしょ。うちの子供が負けて消えるんでしょ。高橋さんがミキさんになんかここ直してほしいところとかあるんですか。あ、この際だから言ってみな。逆にここでしか言えないよ。そうだな。今でもパッと浮かんだのは、俺って本当に下見ないじゃない。下見ないでずっこけるじゃない、あなたのバッグに。鋭利なバッグに。いや、バッグの模写いいんすよ。そんなバッグ持ってない。どこのバッグ。ダーってなるからミルク運んでてダーってなるから、あそこの動線にこういうバッグは。で、玄関の動線にたくさん積み上げてるあれはいいの。誰がこれ振ったんだ。ドエスのディレクター。一個いいですか。なんで買いだめしちゃうんですか。ちょっと待ってよね。洗剤とかグンってなったじゃん。あ、でもそれはね、それはみんなで思ってたの。買い物しようって時に全部買っちゃうんですよ。3ヶ月分とか。同じやつでしょ。同じやつ。でまああと半年ぐらい買い物しなくていいんで。そんなこと一個も考えることなくなる。1個のことしかできない。買い物の回数を減らしたい。減らしたい。自分で綺麗に片付けてくれるんならいいんですよ。いくら炒めてもらっても。ガーってガーってコミカルコミカルガーって見て見てってなっちゃう。ちょっと全然笑ってない。全然笑ってない。びっくりしたわ。もうすぐ面白い。いい顔見れた。びっくりしたもう。ほらもう能面みたいな。いいのね。博物ダメですよ。ダメダメ。ミキさんのこの顔ダメ。ね、今日も唐橋家は平和です。そうです。ね、はい。次はあれだ。誰よ。福沢君の嫁を呼ぼう。そう。それいいね。なんかね。ダメですよ。ただただ怒られて終わりですから。どこも一緒だ。コーラの話を本人から聞こう。もうあれ実話だからダメですよ。ないないない、どんなの。うちの嫁が喧嘩して怒って家の外で出て行ったのよ。あ、出て行ったんだ。知らないやと思ったら戻ってきたら 1.5 リットルのコーラ持ってたわけよ。何すんのかなと思って俺の目の前でグワーって振って部屋にブワー。でもすごいもんで。そこでわーって僕怒ったらさらに怒るの分かってからもう僕は無視ですよ。ずっと書かれながら何もないよって。これで巻き散らした後に大の字に倒れたわけですよ。ペットボトルにちょっとだけコーラと思ってたからなんか嫌だなと思ってポッて取って台所に捨てたんですよ。嫁がバッと起きて「コーラ!」って言うから「でも捨てたよ」って言ったら急にブワーって号泣して「もったいない!」って。いやお前さっきまでこうやってたの作者だなと思って。でもまあ分かる気がする。分かんの分かんの。まき散らす分飲む分っていうのは多分あると思うんですよ。すみ分けが人によりね、人によってあるんですよ。それは捨てちゃダメですよ。うちの嫁と話が合うかもしれないです。分かる気がする。分かる気がする。それは飲む。唐橋さん2人でやる一回サブチャンネルでスピンオフでとんでもないカオスになる。副音声で2人に解説を感激のね。何そのカオスかい。だんだんいろんなね夫婦呼んで話聞く番組、そういうチャンネルの新婚さんいらっしゃるみたいな。いいかもしれない。夫婦番組ね。見たことない。嫁の愚痴、旦那の愚痴聞きましょうみたいな。最後はコーラぶちまけていらっしゃいよ。ここめちゃくちゃになっちゃうよ。チャンネル登録、高評価をお願いいたします。やれることは何でもやりますだそうです。また僕だけ